Welcome to ThinkTech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast in downtown Honolulu. Available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today is Ms. Tomoko Washington, a bilingual insurance benefit consultant. 皆さん、こんにちは。Honolulu のダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしております。Konnichiwa Hawaii.ライフコーチでホストの国瀬ゆかりです。今日は、保険会社5社の取り扱いをされていて、メディケア保険のベネフィットコンサルタントというお仕事をされているワシントン智子さんからお話を聞かせていただきます。いろいろですね、今、COVID-19 コロナの影響により、されたり、時間カットをされたりされしている方が多いと思うんですね。では、ハワイでは、労働人口の 25% でしょうかが、失業保険の申請をしていると、智子さんにお話を聞きました。で、その方たちはですね、グループ保険に入られていたのが、カットにより、または、レイオフにより、それらを失ってしまってらっしゃるという方もいらっしゃったと思うんですね。そういうことについての、メディケア中心ですが、専門家のトモコさんからお話を伺いたいと思います。それではトモコさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでですね、まずそのメディケアというところからまず多分始めないとわからない方が多いと思うんですが、専門にしていらっしゃるメディケアというのは、まず簡単に言うとですね、後で詳しくお伺いするとして、どういう保険なんでしょうか。メディケアというのは、65歳以上、もしくは、ディスアビリティの方、特定の、持病がある方に、提供される、連邦政府から提供される、健康保険のことを言います。はい。で、ともこさんはその、その後でコロナの話も聞きたいと思うんですが、そのメディケアが連邦政府から提供されるので、そことそのともこさんっていうのはどういう関係が、どういう役割があるわけですか？連邦政府から提供されるメディケアっていうのは、いくつかこうパートに分かれているんですけれども、その中で、パート C と呼ばれる部分ですね、メディケアアドバンテージプランって呼ばれる部分、それから、パート D と呼ばれる、処方箋薬のプラン、それから、サプリメンタルプランって呼ばれるもの、それらのプランというのは、民間の保険会社が、政府と、契約して政府の基準にのっとって提供している民間の保険会社が代行してこう提供しているプランなんですね。なのでその、プランを、私が、提供しているっていう形になります。っていうとその連邦政府から、直接その保険を、もらうとかっていうことではなくて、民間の会社がサインアップしたそのいろいろなプランがあって、そこにどれを選んだらいいとか、そのこう中継ぎみたいな感じのお仕事をしてらっしゃるんですか？政府からのメディケア、政府からもらう部分はパート A とパート B、という部分なんですけど、これ、こういうカードなんですね。見えてるかな？ちょっと画面のもう少し、はい。A と B というのから、パート A、パート B というのから成り立ってるんですけれども、それを得てから、A と B を持ってから、メディケアアドバンテージプラン、もしくはサプリメンタルプランに、
入ることができるっていう形になってます。なるほど。そうすると、その AB とかって言ってましたけど、A、B、C、D、4つあるわけですね。そうですね。はい。で、A と B は連邦政府から直接、はい、で C と D が民間が受けようと、そういう理解でいいですか？そうですね。C と D。それからあとサプリメンタルプランって呼ばれるもの、メディギャップとか呼ばれたりするんですけど、それも、はい、民間の保険会社が提供しています。じゃあ5つプランがあるっていうふうに考えたらいいですか？5つプランというか、まあ種類があるというか、種類がその内容別に、はい、A は、じゃあその、はい。A は、パート A は入院費用をカバーするもの。パート B は、ドクターからの診察とか、手術とか、そういうのをカバーする、はい。メディカルと呼ばれる部分ですね。パート A はホスピタル。パート B はメディカル。で、パート D はメディケアアドバンテージプランと呼ばれるもの。そして、パート D は、処方箋薬のプラン。プリスクリプションドラッグプランですね。呼ばれる。はい。はい。で、はい、はい。で、その、はい。で、年齢があるんですよね。もちろん、ハンディキャップがあられる方って言いましたけど、一般の方にしては、何歳になると、そこに、プランに入れるんですか？一般の方は、65歳になった。ね。65歳、はい。はい。で、ちょっと後でまた戻ってきますけれど、この今、COVID-19、コロナと呼ばれるコロナ菌ですよね。はい、これで、65歳、以上の人で、つまりメディケアに入る資格がある人で、今までは会社からの保険を受けていたけど、レイオフによって保険がなくなっちゃった。そういう人は、どうしたらいいんですか？そういう方は、あれですね、今まで会社から65歳以上でもまだ働いていて、会社からグループ保険をもらっていた方っていうのは、パート A だけ、ほとんどの方がパート A だけ入っていて、それで、パート B の方は加入を遅らせていたという方がほとんどだと思うんですね。なので、レイオフによって会社からのグループ保険を失う場合は、パート B の手続きをして、それから、お薬のプランも持たないといけないので、お薬のプランが含まれている、メディケアアドバンテージプランに入るか、サプリメンタルプランとお薬のプラン、ドラッグプランにするかなどを選択をしないといけないっていう形になります。なるほど。じゃあ、そのプランに入る前にですね、まず皆さんの心の中に、心配というか、あるっていうのは、なんか最近咳が出てるとか、呼吸が苦しいとか、風邪ではないんではないか、COVID ではないんだ、じゃないんだろうか、どっか行って調べたいっていう人もいると思うんですね。で、そういう人で、でも保険がなくなっちゃった。で、特に65歳以上の方っていうのはやっぱり今危険な年齢だと言われていますよね。病気が特に持病がある方などは。そういう人たちは、そのメディケアのカバーというので、例えばテストをしに受けたりできるんですか？はい。会社からのグループ保険を失う方で、まあ、65歳以上であれば、メディケアの移行を、切れ目なく、例えば会社の保険が4月いっぱいまで続くのであれば、5月1日からメディケアがスタートするように、ちゃんと手続き、ソーシャルセキュリティを通しての手続きをして、メディケアの、プランに入っていれば、プランの方で、まあ、COVID-19 のテストですね、も、カバーされますし、メディケアアドバンテージプランでしたら、まあ、今日、4月6日の時点で、私が、調べた限りでは、プランで、メディケアアドバンテージプランで、ほぼすべてのプランで、メディケアアドバンテージプランの方で、テストだけでなく、COVID-19 の、トリートメントですね、も、はい、治療ですね、はい。同じで、カバーしています。なるほど。では、まあ、65歳と今、限って話をしていますね、メディですから。まあ
それ以外の方もいらっしゃると思いますけれど、まず65歳の方に限って言いますと、じゃあ今までその A には入っていたけど、B から B の方を移行させたいと。で、今、ソーシャルセキュリティオフィスということをこうおっしゃいましたけど、その辺もわからない方が多いと思うんです。なんでメディケアとソーシャルセキュリティってどういう関係で、どういうふうに申請したらいいとか、どうなってんだっていうところがわかんない人が多いと思うんで、その辺も簡単にちょっと説明していただいていいですか？はい。メディケアっていうのは政府から提供されているものなので、手続きをするのがソーシャルセキュリティなんですね。で、通常でしたら、ソーシャルセキュリティのオフィスに直接行って手続きができるんですけれども、今は、ソーシャルセキュリティオフィスもクローズしてるので、手続きというのが電話、もしくはオンラインになるんですね。で、必要書類は、郵送で送るっていう形になってます。で、65歳を過ぎてもまだ現役で働いていて、会社からのグループ保険をもらっていたっていう人は、A だけ、パート A だけ入っていて、それでパート B の方は送らせて入らないでいたっていう方の場合は、2種類のフォームを、郵送することによって、パート B の手続きが、加入手続きができます。で、2種類の書類。はい。はい。書類の1種類は、はい。2種類ですね。で、1種類は、はいはい、パート B のアプリケーションって呼ばれるもの。はい。で、もう1種類は、申請書ですね。はい。そうですね。申請書ですね。うん、で、もう1種類は、そのグループ保険をもらっていた会社から、まあ、会社の HR の人とか、まあ、HR がない会社だったら会社の、ボスとか社長さんとかですね、から、サインしてもらう書類と2種類あります。で、その、サインしてもらう書類を出す、まのは、65歳になった時から継続してずっと会社からのグループ保険を持っていたっていうことを、まあ、証明するためなんですね。なので、それを提出する必要があります。で、その二つを用意して、それで、まあ、郵送すればいいんですけれども、まあ、郵送するときには、サーティフィケイトオブメーニングっていうのをつけて、まあ、郵送したってことを、確実に、証拠を残すようにして、送った方がいいと思いますし、あと、日本語で言う書き留めとかですね。はい。そうですね。で、あと、ちゃんとその書類もコピーして、手元に残しておいた方がいいですね。はい。で、はい、あと、ソーシャルセキュリティっていうのは、結構、なんか、電話でって今おっしゃったんですけど、電話で英語で大変じゃないですか。アメリカの人でも大変だし、日本人で、まあ、英語が第二外国語の方っていうのは、はい。で、その、パート A だけ入っていた人は、パート B の手続きはまあ郵送でできるって申し上げたんですけれども、はい、中にはパート A も B もまだ入ってないっていう方、とか、あとは、これからまあ65歳になられる方とかもいらっしゃると思うんですけど、その場合は、はいはい、電話で、申し込みになるので、その電話での申し込み、必要書類をすべてこう用意して、それで電話するっていう形になるので、で、いろいろと内容が分かってないと、話が難しかったりもするので、私は今そこのところからお手伝いしてます。うん、一緒に電話をしたりとか、はい。はい。で、あと、それでも心強いですね、やっぱり。そうですね。で、書類の、書き方、アプリケーションの書き方なども一緒に、フィルアウトするのを手伝いしたりとか、はい、あとは直接働いてた、会社の HR の人と、連絡を取って会社の HR の方に、私の方からフォームを送って、こういうふうに、してくださいっていうふうに、お願いしたりとかもしています。HR、まあ、人事担当とかいうことですよね。
はい、ちょっとまとめたいんですけど、メディケア初めてお聞きになった方もいないとは限らないのであれです。確認したいんですが、はい、パート A っていうのは入院とか、はい、なんか施設を使うときの保険のカバー。はい、でパート B っていうのは、実際にお医者さんが診察したり、はい、治療してくれたり、はい、するときのカバー。そうですね。手術とか検査とか。はい、で、C、はい、それなんか C っていうのは、まあ、ドバンテージって名前がついてるそうですけど、これは A と B をまとめて、まとめて民間の会社がケアをする。はい。はい、それが C、またはアドバンテージ。はい。そうですね。で、お薬、処方は D。はい。はい。で、大抵の、はい、他にまたパート C は、はい、大抵のパート C には、うん、お薬のプランも含まれてます。なるほど。で、なんかさ、プリメの名前もついてましたが、基本的にはその 4点をしっかり押さえて、ね、理解してらっしゃるっていうことが大事ですね。それから、政府の、はい。はい。政府の担当だから、ソーシャルセキュリティとの関係っていうのは、ここが委託されたような形で、ソーシャルセキュリティというのは社会保障ですね。社会保障局がそれを、はい、取り扱っている。事務手続きはそれをしていると。そういう理解、正しいですか？そうですね。そのメディケアそのものが、ソーシャルセキュリティの方から提供されているものなので、メディケアの、はい、パート A と B、A の方は大抵の人は月々の保険料って発生してないんですけれども、発生している方、もし、それからパート B の方は誰でも保険料が発生するので、それはソーシャルセキュリティに支払う形になってます。なるほど。はい。そこから、年金から取ってもらうっていう、そういう形ですね。そうですね。年金すでにもらっている方は年金から引かれています。取られるということですね。はい。わ、はい、かりました。複雑なので、確かに単純に考えようと思って、私も自分も含めていろいろ勉強してても、まだよくわかってないっていうところがいっぱいありますが、そういう時にですね、はい、こういった日本語と英語で、バイリンガルでともこさんのように、相談を受け付けてくださる方っていうのがいるっていうのはすごくありがたいことだと思うんですね。で、特にやはりソーシャルセキュリティオフィスなどは、まあ、英語でバーって言われたりすると、日本語でもよくわかんない。これはもう無理っていう感じだ。まあ、それで、こういった話をしていただく。まあ、そういうお役目をしていらっしゃると。そういうことですね。はい。はい。はい。で、少しここでちょっとお休みをいただいてですね、この後、まあ、もう少し他の、まあ、65歳、以下の人も、まあ、いらっしゃると思いますし、もう少しメディケアの内容についても続けてお伺いしたいと思いますので、はい、少しお休みいただきます。はい。We're gonna take a short break here and we'll be right back and continue our discussion on Medicare and Medicare related topic. Aloha, I'm Kili'i Akina, the host of Hawaii Together on the ThinkTech Hawaii Broadcast Network.Hawaii Together deals with the problems we face in paradise and looks for solutions, whether it's with the economy, the government, or society. We're streamed live on ThinkTech bi-weekly at 2 p.m. on Mondays. I want to thank you so much for watching. We look forward to seeing you. Again, I'm Kili'i Akina. Aloha. We are back from the short break and we are going to continue speaking with Tomoko Washington. She is an insurance benefit consultant. This is a Medicare specialist here. では、ワシントン智子さんとのお話を続けていきたいと思います。今まではですね、65歳以上の方のメディケアを中心にお話をさせていただいてたんですが、まあ、もちろんこれ智子さんの専門ではないとは思うんですが、まあ、65歳以下でですね、まあ、レイオフされてらっしゃる方もいると思うんですよね。で、そういう方は、まあ、簡単にでいいんですけれど、どうしたらいいんでしょうか。
はい、65歳以下の方はいくつかのオプションがあるんですね。レイオフされて会社からのグループ保険を失う場合、まずは、そのうちの一つはコブラですね。コブラというのは今まで、会社からもらっていた、健康保険を今度は自分が月々の保険料を、負担することによって同じカバレージ、同じ、内容のものを、継続することができるというものです。で、コブラというのは、スペル言っていただいてよろしいですか？コブラというのはちょっとわからないかと思う。はい。そうですよね。スペルは CO、はい、COBRA。はい。その通り、コブラなんですけど、これ略ですよね。はい。コブラというのは継続の保険の時に使うものですね。ですね、今まであったけれど、それがレイオフによって亡くなった方が、引き続き、まあ、自己負担になりますけれど、続けられると、そういうシステムですね。そうですね。はい。で、あとは、他には、インディビジュアルのプランですね。オバマケアとか ACA プランとか言われるインディビジュアル のプランに、入るという形ですね。これは、インディビジュアルとおっしゃると、それは個人的なという意味ですか？個人的なプランですね。個人のプランです。で、それは、政府が、運営しているサイトの方から、加入ができます。はい。はい、あともう、それは、福祉の健康保険ということになりますかね。福祉の健康保険、そうですね。オバマケアというのは福祉の医療ですね。医療福祉ですよね。はい。ですから、このオバマケアとか、はい。自分で保険料を払う、個人で入る、グループではなくて、個人で入るプランになります。はい。はい、なるほど。で、また、例えば、低所得者の方とか、今のようにレイオフがされて、収入がない方というふうになると、まあ、ある意味では福祉で保険も入れるということになりますね。低所得者の方は、また、それとは別に、ハワイでは、メディクエストとか、クエストインテグレーションって言われる、はいはい、いわゆるメディケイドですね。こちらが、はいはい、ゆかりさんが言ってる福祉って、こちらの方を、ニュアンス的なものなんじゃないかと思うんですけど、低所得者の方は、こちらの方に、アプライしてみるのもいいかと思います。で、これも、メディケイドですね。そうすれば。ケイド。そうですね。メディケイド。メディケアでもなくて、はい、メディケイド。ハワイではもう、はい、クエストってみんなが言ってるものです。で、これも、ね、はい、そうですね。で、これも、政府のサイトですね。政府のサイトというか、州のサイトから、はい、申し込みがオンラインでできます。わかりました。はい。あとは、配偶者がいる方は、配偶者がもしレイオフになっていないって、そのまま継続して、配偶者の方が会社からのグループ保険を継続している場合だったら、その、配偶者が入っているグループ保険に、まあ、配偶者として加入することも可能です。なるほど。では、ちょっとメディケアの方にまた戻ります。65歳以上の方ですね。はい、で、まあ、今年65歳に、はい、なったとか、なりそうとかいう方は、いつぐらいからその申請とか、その手続きを始めたらいいんでしょうか？今、レイオフされたからすぐっていう、なんか早くできるんでしょうか？レイオフされた方は、スペシャルエンロールメントピリオドって言って、特別加入期間っていうのが認められるんですね。うん、なので、はい、今、加入ができます。で、切れ目なく、保険が続くように、切れる前に、早めに手続きされた方がいいです。もし4月、中に切れるんだったら、もう4月中には手続きを、完了するように。で、5月1日から始まるように、した方がいいです。なるほど。で、はい。3月中にレイオフされた方多いですよね。
3月中に何か仕事をした、ねはい、もし3月中にそういう方たちは大体グループ保険だと大丈夫です7月まで入ってるわけですか、まだ大丈夫なんですね、はい3月で切られたと、切れてしまっているところもあるとは思うんですけど、今でもまだ間に合いますので、早めに手続きされた方がいいです。はい。はい。ただ、じゃあ、65歳になるという人は、はい。65歳になる人は、65歳になる3ヶ月前から、65歳になった3ヶ月後までの計7ヶ月間の間に、加入手続きができます。はいなるほど。はい。じゃあ、その誕生日を待たなくても、65歳になる何ヶ月か前、はい、3ヶ月前からもう手続き始めた方がいい、ね、ということですね。そうですね。もうすでに、ソーシャルセキュリティの年金をもらっている方は、自動的に加入手続きがされるんですね。うん、で、自動的に、はい、メディケアのカードが送られてくるんですけれども、これ、まだもらっていないっていう人は、はい、自分で A と B の手続きもする必要があります、うん。はい。で、それが先ほどおっしゃっていた電話と、それから送るというような手続きをしていかなくてはいけないということですね。ソーシャルセキュリティオフィスと。あはい。電話、電話も、はい、それと、必要書類を送るっていう形ですね。はいはい、なるほど。で、もう少しですね、私はもうすぐ65歳になるとか、レイオフされて、今まではグループでカバーされていたけど、65歳以上の方で、どうしようどうしようと思ってらっしゃる方は、とにかく紛れなく保険に入っているように、そういう時にお手伝いを、はい、例えばともこさんのような専門家の方にお願いをして、はいはい、連絡を取らせていただくと、手続きは、例えばステップとしてどんな感じで、ともこさんに例えば電話しますよね。お願いしますという感じで。次に何が起こるんですか？まず、電話していただいて、それで、ステップを説明しますので、まず A、メディケアに加入して、はい、A と B 加入して、で、それから、はい、じゃあ、メディケアアドバンテージプラン。にするか、サプリメンタルプランにするか、ハワイは大体、皆さん、メディケアアドバンテージプランにするんですけども、メディケアアドバンテージプランもいろんなプランがあるので、それを、はい、どれにするか選ぶっていうのも、から加入手続きまで、すべてお手伝いします。なるほど。で、その、どのプランを選ぶか、Cとしますよね。その時に、一番やっぱり考えておくようなことは何でしょうか？必要な、大事なポイントというか。大事なポイント、そうですね。行っているドクター、ファミリードクターが、そのプランを取るかとか、お薬が、飲んでる処方箋薬が、そのプランでカバーするかとか、そういうのが、大事ですね。それが、そういうのも調べますので。それも調べてくれるんですね。はい、調べます。はい、わかりました。それではですね、大体これで、基本的な、教えていただいたと思うんですが、ともこさんのような専門の方に相談すると相談料が高いんではないでしょうかってちょっと心配される方もいると思うんですが、その辺はどのように手数料とかをお支払いしてるんですか？相談は無料でやってます。無料で、じゃあ、はい、記入続きと手続きのその辺は無料です。ごめんなさい、音声が聞こえなかった。申請もあると思うんですね。相談だけではなくて、じゃあ実際に手続きを始めましょうという、はい、その辺はどういうふうに、手数料とかをお支払いするようになってるんですか？プランに加入、何らかのプランに加入したときに、保険会社の方から、私の方に報酬が支払われるっていう形になっているので、メディケアの加入者、はいに相談、に乗ってくる方にフィーとかをチャージすることはないです。あ、そうなんですね。じゃあそれは、はい、例えば私がともこさんお願いしますって言ったら相談も無料。そしてじゃあわからないのでちょっと助けてください。紙の書き方も助けてください。でやって、それも無料ということなんですか？そうですね。メディケアの、はい、ソーシャルセキュリティでの手続きというのは、私の仕事の外のことになるんですけども、今、こうやって、こんな状況になって困ってる方もたくさんいらっしゃるので、その辺も、ボランティアっていう形でやってます。
ありがとうございます。で、ワシントンともこさんへの連絡先はどこにお願いしたらいいでしょうか。電話番号は、808-753-0622 です。はい。繰り返しますね。電話番号が808-753-0622にお電話くださいということです。ちょっと電話だと、おじけついちゃうわっていう人は、なんかメールかなんかで送らせていただいていいんでしょうか。はい。メールアドレスは、ともこ、tomoko、アットマークですね。で、はい、pbc、プレミアベネフィットコンサルタントの pbc、はい、ハワイ .com です。わかりました。p は、パパなんていう時の p、b はボーイなんていう時の b、ね、c はキャットの c、はい、ハワイをつけて .com、ともこ、はい、pbc、ハワイ .com、はい、こちらの方に、例えば、今大丈夫ですね。はい。はい。はい。ということだそうです。それでですね、大体、まあ、最後なんになると、まあ、保険のことで、まあ、医療の専門家では、ともこさんにあられないんですが、まあ、コロナの疑いがあると思われたは、まあ、どういうふうにしたらいい、特に65歳の上の方ですね。何をしていったらいいと。はい、今、保険会社は、テレヘルスって言って、こんな感じでね、ビデオコールでの、診察とか、もしくは電話での、診察を推奨してますので、それは、プランでカバーしますので、そういうのを利用する。はい、で、自分がもしコロナにかかっているんではないかって、思ったら、うん、まずはそういうのを、テレヘルスを利用するとか、あとはかかりつけの、ファミリードクターですね、に、電話して、うん、もう直接行くんではなくて、電話してみてください。はい、で、そしたら、はい、どうしたらいいか、その人の症状などによって、その、テストをした方がいいのかとか、まあ、次のステップへと案内してくれますので、まずは。わかりました。はい。お医者さん、担当医の主治医の先生にかける。あ、電話が通じないときもあると思うので、そういった場合は、保険会社の方にも連絡をすることができる、ね、ということですね。保険会社にもそういう、はい、電話相談のラインがありますので、それを利用してください。そうなんですね。はい。いいですね。まあ、お家に皆さんいて見ていただいている方も多いと思いますが、電話や、まあ、こういったテレコンファレンスのような形で相談もできるということなので、まあ、心配をしていないで、なるべくリーチアウトしていただきたいと思います。皆さん大変な時期だと思いますけど、早くね、これが収束されるといいと思います。今日は本当に、ともこさんありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。また何かありましたら。はい、はい。もう一度繰り返しますね。ともこワシントンさんの連絡先808-753-0622。今、ともこ pbchhawaii.com です、ということで、よろしくお願いいたします。利用できるものを利用でやってくださるということですので。はい。So, finally, and this is the end of our interview. We're out of time. ともこワシントン、thank you very much for speaking us in a short notice. Stay tuned for more shows in ThinkTech Hawaii. I'm Yukari Isle, your host. Thank you for watching.